このファミリークラスのスポンサー、スポンサーは誰がなれるのかですね。はい、これはまず18歳以上のカナダ国籍の方、もしくはカナダ永住権を持っている方です。で、PR、カナダ国籍ではない PR の人がスポンサーになるためには、その人はカナダ国内に住んでいないことがいけません。それからカナダ国籍の人がスポンサーになる場合は、カナダに住んでいるのももちろんなんですけど、この場合は申請の時にその方がたまたま例えば日本に住んでいましたということでもできます。しかし自分がスポンサーする相手がカナダに永住するために来るわけですから、その時までには自分もカナダに戻ってなければいけないというルールがあります。なので例えば日本でずっと働いてて、日本で結婚しました、日本でずっと暮らしてきました、だけど、彼はもうカナダに帰ることを決めました、なので、自分の配偶者や奥様をスポンサーして永住権を取らせたりっていうシナリオっていうのがあるわけなんですけど、その時に申請の時はみんな日本に来るわけです。だけど戻ってこなければ、だからスポンサーは必ずカナダに戻ってくるという意思表明を申請の時にしなければいけません。で具体的であればあるほどいいですね。もうカナダで就職が決まっているとか、もう家を買いましたとかの、そういうのがあればあるほど移民局的には受けがいいというか分かりやすいですね。